皆さんこんにちは、ゆみまりの児玉由美子です。この動画では2021年2月2日から4日開催の新潟食べ歩きの陣に参加されるお店を紹介していきます。今回は新潟駅南にあるムラズバルーンさんにお邪魔しています。新潟食べ歩きの陣では参加店舗ごとにこのイベントのためだけの新潟県産のお肉を使ったオリジナルメニューを味わっていただけます。ムラズバルーンさんではどんなメニューが食べられるのでしょうか。とっても楽しみです。こちら純白のビアンカのソテーとハムになります。あ、すごい美味しそう。ありがとうございます。美味しそう、純白のビアンカのソテーとハムですね。ありがとうございます。ソテーの方からいただきます。いただきます。美味しいです。美味しいです。お肉柔らかくてすっごい美味しいんですけど、なんか何よりもこの上にかかっているソースが、はい、よりこうお肉の美味しさを際立たせるというか、ソースも単品でも本当に美味しいなと思うんですけど、こだわりがあるんですか？そうですね、はい、こちらの純白のビアンカに、はい、当店自慢のスペアリブのソース、はい、オープン当時から継ぎ足しで使ってるソースを。継ぎ足しでですか、はい、すごいですね。はい、この企画の料理に、はい、なるほど、ソースとして使わせていただきました。じゃあもうオープン当初からもう変わらない味で。そうですね、はい、秘伝のタレですね、はい、なるほど、通りでもとっても美味しいです。ありがとうございます。じゃあ、ね、続いてハムの方いただきたいと思います。いただきます。もういい香りがして、またもうこれもソテーと同じぐらい美味しいです。このハムの方はまたなんか違うソースがかかってるんですか？こちらはですね、はい、低温調理しまして、はい、最後にですね、トリュフオイルをさっとかけまして。あ、そうなんですね、はい、風味よく。なるほど、低温調理するとこうやっぱり柔らかくなったりとか。そうですね、あ、はい、そうなんですね、道理でもすごい柔らかくて食べやすくて、もう本当に美味しいです。こちら付け合わせの方もすごいおしゃれで気になるんですけど、はい、こちらは何ですか？そうですね、こちらのグランドメニューにもあります、はい、自家製のピクルスを付け合わせに。ピクルスなんですね、はい、じゃあピクルスの方もいただきますね。いただきます。うん、合いますね。3種類全部もう美味しく、全部合うので、もうそれぞれマッチしてとっても美味しくいただけます。ありがとうございます。ちなみに、はい、こちらのお料理に合うお酒って何でしょうか？はい、こちらの岩の原ワインさんのみゆき花になりますね。赤ワインになります。みゆき花、はい、すごい素敵なお名前のワインですけど、これ赤ワイン合いそうですね。そうですね、はい、一緒にいただきたいです。これはもう絶対美味しいと思います。ちょっとミディアムボディで辛口なので、はい、まあ、どなた様にも、はいはい、喜んでいただけるような味だと思いますので、はい、もちろん料理にも、はい、バッチリ合います。なるほど、はい、そしてこの YouTube を見たと言ってくださった方に特典があるとお伺いしたんですけれども、はい、その特典とは一体何でしょうか？はい、はい、見ていただいた方にですね、はい、ソフトドリンクと、はい、カクテル、チューハイ、サワー、ハイボール、ハイボール、はい、それか一杯、うん、はい、見たと言っていただいた方にサービスさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。サワー、ハイボール、カクテル、チューハイ、ソフトドリンクの中からいずれか1杯、はい、無料だそうですよ。皆さんこれはありがたいですね。ありがとうございます。新潟食べ歩きの陣を通して新潟産のお肉やお酒の魅力をよりたくさんの方に知っていただけたらと思います。ムラズバルーンさんの純白のビアンカのソテーとハム、本当に美味しいので皆さんぜひ来てください。お待ちしております。